仙台市福祉プラザは仙台市都心部南部の東二番町通りとあたご上杉通との交差点に面して立つ仙台市の複合施設。当地は明治期に旧仙台藩重心の山谷豊三郎の別邸、清敷園があった場所である。1913年9月には清水工事を挟んで清敷園の向かい側に東三番町から 東北女子職業学校が移転してきた。1956年、道園の庭園を一部残して、東八番町から仙台赤十字病院が移転、開院した。1974年11月に、三島学園が泉市上上がり東松生に全面移転し、1970年代後半には、 東二番町通りが道院の前まで延伸されて、清水工事と接続されると、三島学園の跡地には、現在仙台第一生命タワービルディングが建っている地から仙台市立病院が1980年3月に移転、開院した。道を挟んで2つの大病院が立ち並ぶ状況になったため、1982年に、 仙台赤十字病院が市内の新興住宅地の一つである八木山に移転、開院した。同院の跡地は仙台市営地下鉄南北線や同西三橋駅の建設工事の際に使用された後、1994年に仙台市福祉プラザが設置された。ありがとうございます。